大学4年間どうしようって大学4年間という中でドーンとあったら、このミニフィグにとったら、この入学試験しか見えないわけですね <laughs>。この、この部分の入学試験しか見えないんですけども、身長が10センチぐらいあると、その大学生活の向こうにあるところまで目線が届く。つまり、未来を見る力っていうのはですね、こういう高さに変換して考えると、まあちょっと図形的に、あの、わかりやすくなると。前が見える、未来が見えるということは同時に、 過去も見えるってことなんですよ。つまり、過去の視野が狭い人、昔のことをあまり知らないことっていうのは、実は未来の視野も狭いんです視点が高いと、あの、絶対に遥か昔まで見通せると。つまり、的なこともある程度分かっていると。そうじゃなくて、視点が低いとですね、歴史的なものも自分が生きてる範囲、もしくは思春期になってからのことしか分からない。 わけですね。視野が広すぎる人間っていうのは足元が見えない。今流行っていることがよくわからなくなる。ですね。これ10センチなんですけども、もうこんなもんで、ね、あの、歴史上有名な人とかね、仕事で大成功した人なんか身長1メートルぐらいになってくるわけです。そうすると身長1メートルぐらいになってくると、100年先のことまでわかっていろんなこと考えれるんですけど、足元が全く見えなくなるんです、ね。そういう欠点もあります。ですね。 で、わかると。まあ、逆方向を向くだけで未来のことがわかると。視野の差っていうのはどんどん広がっていくんですけども、もちろんこの今、これ話しているのはですね、全部例え話です。例え話だから基本的にですねだ。じゃあ昔のことを知ったら、勉強したら未来が見えるようになるわけじゃないんですけども、少なくとも未来が見えるためには、昔のことを勉強するしかないって、この法則は僕、間違ってないと思います。 あの、つまり、勉強だけは全てじゃないんだけど、勉強なしでうまくやった人を僕は見たことがないんですね。だから、過去を本を読んで過去を知るってことは、過去をいかに面白がれるかということなんです。過去をいかに面白がれるかが分かれば、未来を生き生きと語ることができるのでですね。まあ、勉強というのはそのために必要。 不可分なもんなんですけども、愛を感じる力、未来格差の基礎っていうのは実は勉強であって、いろんなしょうもないことをですね、次から次へと興味湧くままでいいんですけど、勉強していて、それが自分の中で繋がるんですね。頭の中で繋がって、ある日ですね、なんかネットワークになるんですよ。あっていうようなネットワークになると、あ、分かったっていうような感じが、週に1回ぐらい訪れるようになるんですよ。で、これが勉強の次の段階の世界観です。で世界観っていうのは知ってることが組み合わさって根を張って木のように登る。 なんかこう伸び始めるんですね。そうすると、その木に登るとずっと先に見えると。とつまり、本っていうのをいろいろガーッと読むと、その本の上に登ることができちゃうんですね。これだけでですね、視野っていうのがもう圧倒的に広がっちゃうわけですよ。だから本を読むのは得。自己投資の中でも実はかなり安い。